チームを代表して泉真由美さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。皆さん暑い中、こんなにたくさんの方集まっていただきましてありがとうございます。意気込みですかそうですね、高知のよさこいは約70年前に高知のみんなを元気にしようっていう気持ちだけで有志の方たちが作ったお祭りです。で、私たちはこの2年お休みがあって、次来年つなぐにはやっぱりよさこいってあってよかったよね、高知の町によさこいの鳴子が響いてよかったねって思ってもらえる今年の本屋を作りたいと思って作ってきました。ですごく準備期間も短かったんですけど、150名の踊り子さんが本当に一生懸命作ってくれて、約半分の踊り子さんが今日原宿にも来れましたので、そのですね、みんなの高知のよさこいを大事にして次の世代につなぎたいっていうこの踊り子さんたちの思いを笑顔と一緒に見ていただけたらと思ってます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、お手拍子をお願いいたします。それではそうですね、ちょっとだけ長く喋ってもらえたら嬉しいなって言われたのにちょっといいですか。はいよさこいはですね、本当にチームさん、裏方さんあってのお祭りではあるんですけど、ここにいらっしゃる皆さんの一緒に盛り上げて、こう少しでも世の中楽しくしよう、よくしよう、明日からも元気で頑張ろうみたいな気持ちになることが私は一番嬉しいことだと思いますので、手拍子っておっしゃってくれましたけど、本当に手拍子とかもう一緒に体も動かしてもらいたいと思います。今年の本屋はよさこいロコモーション、よさこいを通して前に前に進む気持ちとか、元気で頑張る自分たちへの応援エールになっていると思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは準備をお願いします。